オフシーズンの広島を盛り上げようと、カープフェス2022が今年も開かれ、カープ選手によるトークショーなどが行われています。広島市東区の広島テレビ社屋などを会場に始まったカープフェス2022。会場では歴代のユニフォームや選手が愛用したバット、グローブなどが展示されるほか、選手プロデュースのグルメなどを楽しむことができます。選手のトークショーには抽選で選ばれた多くのファンが参加しました。初めて来たんです。普段のちょっと話が聞いてみたいなと思って、はい、いつも参加させてもらうんですけど、すごく身近に感じることができて楽しみにしてます。トップバッターは小園選手と葉月選手のコンビです。トークショーは午後も行われ、広島テレビアプリなどで無料配信されます。カープフェスは午後6時までです。